今日も、ね、俺なんだかって久々の収録なの。あ、そうです、そう、あなたずっと、そう、なのに、うん、せっかく収録あるよって久々に最初に来たら、そう、俺やから、そう、え、でってさ、それ、あ、マイクラスレート TV そっか、そう、おい、はい、はい、いや、この、この、これでやるマイクラスレートはまま Q でいくはい、いやでもそれでも持たないって。いやこういう時なんかね、手荒れゲストとか来てくれたらな。いやそんな誰か来てくれへんかな。いや来てへんって都合よくそんな。いやいやいや、あのジャンプ立ち読みしに行こうぜ。ジャンプ立ち読み、それがあれ、え、劇団四季間違った、方程式じゃん。どうぞ、何やってんの。本当にあれ見ないうちに透明になったね。いないよ。ちょっと待って何やってんの。基本的にはそのスタンスでいただいていいんですけど、投げっぱなしはやめてください。劇団四季の下りを処理する前にどんどん行ってるみたいな。今だいぶもう始めとけてるから。いやもうどこ突っ込まなあかんかったっけっていうこといっぱいなんで。ええってじゃないです。とりあえずということで、はい、終わりましょう。ということで、あの、はい、ゲストの方々来ていただきました、はい、原始人事務所から、はい、ご紹介、ヨマさんからどうぞ、はいはい、今日朝起きたら、ちんこいいせこい、ケイトがついてくれました。ヨナです、ヨナシャシュさんです。はい、ありがとうございます。はい、JNC ユニットの2年目のナインです。よろしくお願いします。楠田エリカです。はい、人型の変態、加藤ミリカンでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。1個いいですか。はい、質問の言うなら困るぞ。ケイトーって言うこと、ケイトーコインって言ったら、コインって言ったら、笑いがもう近すぎるんです。すごい聞いてます。まあ偶然通りかかったっていうボケですよ。こんなとこにいるわけないのに偶然来たっていうボケですよ。本当に偶然通りかかった。本当に偶然だったら、ほんならジャンプ見たけどしょうがないから、地下のドアまず開けない。そこコンビニ行け、コンビニ。ここジャンプありそうだな、地下に入ろうってならないでしょ。ありそうだったもんね。ここに今たんまり暇が集まってるって。ジャンプがやっぱり近くだ。ジャンプ読みに行くってボケを用意してくださったんですから。何も真面目なんですよ。めっちゃ真面目なんですよ。恥ずかしいですよね。クリマジョルボケが浮き彫りになります。いやもうそこが突っ込めたんで満足です。お久しぶりですよね。ね、本当にね。久しぶり。僕はだから一時期すごい現地事務所に入り浸った時期ある。入り浸ってました。本当にそうでしたね。いやで月に結構来てたんですか。月に 3,4 本は出てて、はい、でもいろいろあってちょっともうあの原始人さんの足元に及ばないって分かって怖くなっちゃって。いやいやいや、それは、ね、あ、所属バレバレなってこと。いやだからもうまあ結構最近もちょこちょこ言ってましたけど、はい、もうなんて言うんですか、こんなに力の差があるのかって思うぐらいもう好きなようにやってらっしゃって皆さんが。まあ、まあ無理やな俺やと思って、もう一回武者修行しようと思って。いやいや、なんかちょっと、なんかちょっとあれ優等生発言してるね、ちょっと。そうなんですよ。俺はずっと、あの、来月予定どうしよっかって言ってる時にバーって見て、原始人さんのホームページも見て、あ、いついつ何あるよって言ったら、えっかなって。これでしょ、本では。だからもういいやって。そんな感じでしょ。だって前は、で見に行ったら、あ、やっぱ皆さん面白いなーっつって、もう一観客になっちゃうなーって言ってすごい楽しかったんだ、純粋にね。なのに最近なんか真面目になりだしたか知らんけど、原始人さんの事務所のライブに行くと自分らのお笑いが分からなくなるっつって。何なんや、あのもうね、事務所が決まって、はい、私も頻繁に行くようになりました、呼ばれるようになりました。分かんないです。分かんないです。
僕は好きなようにやりたいと思って現実に通ってましたけど、もうダメですね、縛られると。でも別に入る気なかったでしょ。よくライブには来てたけど、別に現実事務所入ろうっていう気ではなかったでしょ。だって僕ら言いましたよね、入れますかとかって話してましたもん。嘘だよ。あ、そうなの。そしたら社長に、いや、うちは正統派はいらないって言われて。でもそれだけ、ね、それでも、でも最近ノースナインさんとか、うん、結構ちゃんとした漫才の人が入るようになって、うん、あ、なんかそういう色も入ってきてんねんなと思って。いや、でも真剣じゃなかった。冗談で、あの舞台上で入りたいですんじゃなくて、で、いや、うちは漫才正統派まで取らないからみたいな冗談、本気だったんだ、方程式は。いや、だって本当に一時期考えてましたよ。あ、そうなの。居心地がすごくいいんです。すごい居心地がそうなんだ。みんな優しくって、冗談とみんな面白くて、だから本当に、本当になりましたよ。あ、そうなんだ。はい、これ何ですか、この時間。僕らが思いの丈をぶちまけるって何なんですか。またこうやって、なんかライブで、それこそ舞台とかで、こう、平場でちょこちょこやらせてもらうことはありましたけど、こういう、なんか番組っていうか、企画でこう絡ませてもらうのが初めてですね。そうですね。はい、すごい楽しみです。だから、そうなんです。だから結構、ちゃんとこういうの喋ったことあんまないんで、新鮮なんですよ。確かに。だって、ライブ、舞台だけだもんね。そうですね。別に、まあ、それでちょこっとお話させてもらう。連絡先も知ってるわけでもなく、打ち上げも行ったこともなく、そう、そんなに仲がいい。仲良くないよね。だから、あれは、俺は方程式のことを一個も知らない。まあそうですよね。だから結構ライブ出てますよって言われには、ライブ終わり、ありがとうございました、さーって帰ってきましたから。打ち上げ行くって言っても行かないもんね。居心地いいっていうのは嘘なの。いやいや、僕は本当です。僕は本当です。だよな。超居心地いいですよ。そうやって台本に書いてあるの。見てないっすね。居心地いいって書けてる。だとしたら立ち悪いっすよ。いや、確かにこうね、だから打ち上げとかで来ればいいじゃん。っていうか、すごく、うん、いや、もう一回打ち上げじゃないですけど、なんか焼肉、うん、ああ、そうそう、行ってで、最初に行って、何それ、ちょっと待って、ここ主催のフージさんが焼肉行くっつって、はい、で、現地人の皆さんと行くから、うん、まあ、僕ら遅れたんですけど、うん、まあ、よかったら来ないよって言って、うん、で、行ったんですけど、もう現地人さんの席がいっぱいになってて、俺はだから2個離れて席に入らないです。結局あんまり絡んでない。結局一緒に食べてない。その何？焼肉パーティー？だ今日この後行きましょうよ。いやー、どうかな。なんで？誘ったら誘ったら。なんでどうかな。誘ったら誘ったら。ちょっと待って。これ何時間ですか？知らないよ。俺ら知らないから。だって君たちはなんかそういう操作的な仕事があるかもしれないけどさ、我々ないもん。俺ら何も知らない。通りすがりで来ただけですから。ただ来てくださいですよ。ジャンプ読みにね。そうだ。いや、じゃあ最初なんか協力的な姿勢は示したよ。はい、今日なんか、どういうことをすればいいですか。いやいや、いるだけでいいでしょう。いや、俺はいいよ。そうなんだ。で、この後焼肉でしょ。やった。今日はついてるな。この後から仕事いっぱいしてもらいますから。あれに企画ありますから。企画があるんだ。そうそうそう、ここは基本的に企画はいっぱいありますけど、基本的にもう本当にそこもフリーなんで。あ、そうなの。はい、だから、ボケたらボケた数だけ使われますし、スベったらスベった数使われるんで、うん、はい、だから、何でもいい。じゃあなんか行動を起こしたもん勝ちってことでしょ。そうです。じゃあなんか、うわぁ、茶色いなぁ、茶色いなぁ。茶色くはない。どっちか茶色いし。今のはエンディングで使う感じですか。エンディングで使う感じですか。エンディング、ジャッキーチェンの映画みたいで。NG してみたいな感じ。ほら NG じゃない。OK ですよね。っていうことだね。こうやってでしょ、ガクンみたいなさ。そういう細かいの。細かいの。それはリピートで使われます。前ガク。前ガク。前に行くことはないです。今のもエンディングで使いますよ。あれさ、すみません。ブラジルよく分かんないから。ブラジルの匂い嗅いだことね。本当にね、はい、楽しいんですよ。ほら、いいじゃん。ブラジルだ。はい、今日はこのなら愉快な面々でお送りしたいと。事務所の秘密とかあります？とことん事務所の秘密。事務所の秘密、言っていい、ですね。あるんですか？あと原始人事務所と言っておきながら、事務所がないんですよ。オフィスとかないんですよ。行ったことないですもんね。そう。俺ら行ったことないです。集会場にしか集まったことないんですよ。集会場があるんですか。あれ、なんかネット番組やってたじゃないですか。原始人事務所とか。はいはいはい。原始人さんがなんか一人で喋ってる部屋。はいはいはい。そうですね。あれはどこなの。あれはおそらくご自宅です。ご自宅の一室で見たことないもん。ちょっと事務所っぽく見せるがために、わざわざファックスみたいなの用意してる。
カメラ映るとか。あ、別にあれがそのままあるわけじゃないんですか。多分移動してるわけ。なあ、体調かしいもいろいろ見てたら。なるほど。わざとらしい。そんなオスがバレる。いいぞそれ。我々のイメージはちょっとどうなんですか。あ、俺ら個人の。ヨナさん、俺の。ニジさん見て入って、うん、で他の先輩がとられて見る機会があって見まして、ね、うんうん、はい、元気はあるな。確かに元気大事ですからね。元気、あとは、うん、あとは、元気。元気だ、元気、いい米だよ、いい米。そうだね、まあ、そんだけ言いたかったんでしょうね。繰り返すぐらい言いたかったそれぐらい印象がまだあります。まだ元気、まだいろいろね、褒めてほしい。そうなんか進めましょうか、うん、ね、いいよ、正直あの以上ですって言えばみんなこけるんだから多分、俺今あの久しぶりに前学院やろうかな久しぶりに、すごいね。ちょっとシャイなんですよ、から怖いんですよ。怖くないよ怖くないめっちゃ怖いですよ。全然怖くないじゃん、俺ら。え、何、ちょっと、あの特にこのおじさん怖いんおじさんって言ってあ、そう、今日はマジでお互い何言われても許しましょう。いや、それこの場は全部すべて、いやこの場でか、この場で言ったことをすべて許してきましたよ。そうせっかくだからちょっと面白いから、ちょっとなんか本当怖いよ俺そうだからちょっとそういうの具体的にちょっとちょうだいよ。そう教えてあげて、こういう時怖かったとかさ俺が思う、じゃあ俺、じゃあ一発目これノースナインのお悩み相談みたいなそう、いいですよ、いいですよ。だからこの際なんかでこう、はい、一回フラットにして収録カット始めましょう。はい、でそしたらもうみんなわーっていけるでしょ。はい、そうですね。もう収録じゃないんですね。はい、その後、この後、この後、正直僕は今めっちゃ楽しいですよ真冬に泊まりに行っても布団を貸してくれないってことぐらいだよ布団は優しい、布団は優しいよ。トイレ沸かしてあげたんだけど、あのかわいそうだからお湯沸かして湯たんぽ入れて渡したじゃん、うん、ふらっと待ってって。湯たんぽもそのお布団がなければ多分結構いいみたいな。まだ早い段階で。だって俺朝方湯たんぽ抱える時にさ、こうやって寝てたの。で、逃がしたくねえ。亀みたいになってた。本当に。悪いことじゃない。いやいや、とんでもない。そうだよ、どうすんよ、大丈夫。もう何もないなら言っちゃうけど。いや、全然あるよ。ドボル分かりやすくドボル。全然グッジョブじゃないですよね。グッジョブだと。グッジョブだと。一旦ちょっとじゃあ。そう。それで一回テンション上げて、それでフラットになる。はい。お願いしますね。ちょっとグッジョブ出しますね。はい。グッジョブ出しますね。グッジョブいきますよ。いいよ。来ました。来てます。すごいぐちゃぐちゃ。すごい来てる。すごいの出るから。ぜひぜひお願いします。カスタマイズ。みんなちょっとこけるのがいいじゃん。俺が優しすぎたの。じゃあなんかずっと言わずに、いやいつやるねのパターンかと思ってたし、いいよ別にそれは勝手のさ、違う、それは勝手のプランでしょ思ってたし、いろんな、そうグッジョブ今言うんかいとも思ってたし、まさかカスタマイズって言われると思ってなかったから、うん、用意した道2本とも違うところに行き立ってたから、そうですえ、みんな思ってましたよ、カスタマイズだなって、はい、この感じは、まあ、カスタマイズかどうかわかんないけど最後図で終わるなっていうのはすげえすげえそれは分かるやっぱ付き合いがないから、いやそんなまあゾリゾリ言わないでくださいよ。それ俺一個も言ってないから全然なんで本家が言ってないギャグをお前ゾリゾリ一個も言ってないし分かんないしいやでも何ですかそれ、ジョリジョリって何ですか、何言ってんの。ジョリジョリっていうのはコーナーのゲームギャグでございまして、やっちゃいますよ、いいですよ、うん、映っちゃってそれ逆だけお高いところからグッジョブ、あ、グッジョブじゃん、グッジョブ、グッジョブ、これで多分ね、本当のトーンで、本当のトーンだ、ジョリってやるつもりが本気のトーンで間違えましたね完全にノースタイに引っ張られてるもう恥ずかしいよ。事務所の一番上の先輩ですけど、こういうことがよくあるんですよだから怖いんだね、だから怖
怖い。丁寧に振り直してこれです。そっちか。なんかわかんないけど、今日は波乱が起きそうです。そんなわけで今日はこのメンバーでお送りします。よろしくお願いします。ジョーリス。1時間目、目指せオンリーワンのコーナー。簡単な企画でございます、はいはい、あるお題に対してオンリーワンを目指してもらいます、はいはい、どういうことかというと、一つのお題に対して全員が答えを被らないように出しましょう。なるほど、そういったゲームでございます。で全員で6人いますので、まあ、6パターンですね、はいはい、6パターンの答えを導いてください、3問中、全員全問オンリーワンなら賞金3万円。うっそはるか万人1人5000円ですね。1人5000円3万円なんだかんだ引かれて200円です。なんだかんだ引かれすぎでしょ。税金取ろう、はい、そうそうさあ、でもちろん、ここの面々と被ると、はい、マイナス1ポイント、はいはい、で、作家、フージですね、作家の答えと被るとマイナス2ポイント。そして参加するぞ。ジョーカーですから、今日2人いますからね。ジョーカー、そうですよ、おい出てけよだからここで被らないつつもこっちと被ってもいけない。結構難しいじゃんね。割と難しいですね。簡単だと思ったけど。で、そして、答えにない独自の変な間違いをしちゃった場合はマイナス3ポイント、はい、間違いはないですか。気をつけてくださいね。これでマイナス3ポイントも可能性高いですよね。いやこれで分かんないからっつって大喜利をするとマイナス3ポイント。決して大喜利ではないと思います。例えば、じゃあカラのメンバーは誰がいますかっていうのに対してボアって書いちゃうとボアの人はマイナス3ポイント。なるほど、ね、違うよ、バーカ楽しそう。さあそんな面白いことでございます。俺は飲み会で流行るね。飲み会で流行るね。誰とも被らなければいいってことですよ。そうですよ。さあいきますよ、はい、第1問、はい、夏の風物詩といえば。いっぱいありますね。これ最悪秋でも OK。 ダメです。夏だけね。夏です。じゃあ3つぐらいしたらバカなの。今回は被っても大丈夫です。ダメです。毎回被ったらダメです。これはもちろん見ない。見ちゃダメです。見ちゃダメです。これ縦書き横書き。ご自由にどうぞ。これどっちが重いですか。ご自由にどうぞ。大丈夫よ。ツルツルする方ちょっとサイズ違うけども、ご自由にどうぞ。今ご飯食べるの。違う。飲食禁止。日本語で来るんですか。もちろん。あれ何でしたっけ、タイトル。エイリアンのベストシーンでしたっけ。何を見てきたんだお前は。夏の風物詩。夏の風物詩。そうだそうだ。なんとエイリアン。あれね。はい、終了。バカ野郎。バルカ。自由がすげえな今日は。超楽しいよ今日。すげえなおい。時間もう。もう皆さんできましたか。できました。できましたね。じゃあせーの出しますよ。まずこちら側6人からですね。せーのドン。高校野球肝試しヘチマ流しそうめん。こい。カビダレ。おお。おっしゃ。これいいんじゃないですか。さあ。さあじゃあまずフージーからどうでしょうか。せーのドン。あらびよ。そしてジョーカーもう1枚ドン。流しそうめん。てめえこの野郎。かっこいいよ。3枚でということで、作家と被ったのでマイナス2ポイント、はい、惜しかった。でも惜しかったですね。やっぱ確かにこれはかぶらないよね。いい、みんなでもいいチームワークですね。さあ、はい、ちょっと冒頭で言い忘れたんですけども、一番マイナスポイントが多かった人は罰ゲームございます。先言ってよ。言ってないよ。先言ってよ。その罰ゲームというのが、一回一人でやってみたけど、絶対に出ないから表に出すのはやめた方がいいなと思ったモノマネです。ああ。俗に言うボツです。ボツネタですね。ボツネタのね。はい。例えばどんなの。やらないよ。危ねさ、そんなわけで。そんなわけでも罰ゲームもありますので皆さん、はい、かぶらないように気をつけてください。いいだからいいだから。はい、うん、そして第2問。はい、もういっちゃう、はい、はい。都内 JR の路線名。そんなあります。何々線とか。だから駅名じゃないですからね。え、駅名じゃなくて。そう、だから何々線、何々線。JR だ、JR。都内から他店でもいい。あ、他県でもいい。あ、でもされてるやつもいい。都内から出てるやつね。
いや、東京都 JR 東京都の中で走っている路線の JR ね。しかも JR なんですね。 JR これ難しいですよ。基本的な地下鉄マニアだからな。アンダーグラウンドもね。アンダーグラウンドもね。さあ、では行きましょう。はい、はい、できました。はい、ではまずこちらが6人のオープンです。はい、せーの、ドン。はい。ああ、頑張った、京葉線、中央線、京葉線、埼京線、武蔵野線、山手線と。わあ、ええ。じゃあ、ジョーカー、ジョーカー1枚目オープン。ドン。わあ、これマジかい。かなり前、ドン。京葉線。そしてそして、ドトン。あー、やっぱこれ、山手線だと思った。うわ、じゃあ、山手線が危なかったな。マイナス3ポイント。踏み込む勇気です。踏み込む勇気。マイナス3ポイントですね。うわ、あ、そうだ、おのおのが被ったのでマイナス1ポイントと、ジョーカーと被ったのでマイナス2ポイント、合わせてマイナス3ポイント。松田さんと僕がマイナス3ポイントなんで、ここでドロップアウトさせていただきます。ルールが違う。ゲームが違うな。はい、JR 線っていうのは別に他にちなみに何があったの？まあ、湘南新宿ラインとかね。あと上里線ってのは南部線。南部線、あ、ありますね。南部線、南部線、青梅線、青梅線、総武線、東海道線、横須賀線、宇都宮線、高崎線、常磐線。え、高崎線も、湘南新宿ラインは違うの？湘南新宿ライン。ああ、そう。上里線は？上里線っていうの？上里線っていうのはね、上里線ってね。はい。はい、すいませんでした。拾えてもらってよかった。はい、このままだと、前田君と、松田君がちょっとやばいですね。最後のモノマネなんかない。大逆転のチャンス。ポイント倍になります。イエーイ。大橋とさんみたいなことを。あ、マイナスポイントが倍ってことですか？そうですよ。そうなの？ちょっとマイナスマイナスかけたらプラスになるんでしょ？かければね。かければ。でもダメです。あ、でもマイナス、あ、そうか。あ、倍だから。頭がいいな、本当に。頭がいいの。あ、違う。でもマイナスとマイナスをかけるわけじゃないから。マイナス1が2だから、結局マイナス2。あ、もう分かったから、いいよ。なんでだよ。踏み出す、いいよ。最初。さあ、もうこれ最終問題ですよ。最終問題、おい。ブラジルワールドカップ、はいはいはい、サッカー好きですよ、はい、の決勝トーナメントに出場した国といえば、はい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 、この中から被らないように書きましょう。だってこれでしょ、6人、7人、8人なわけでしょ。出場チームっていうのは何人ですか？はい、16チームなのよ。なるほど。だから半分16チーム。だから要は難しいよね、帰り、かぶるかもしれない倍率がね。結局、結構いいとこまで残ってるチームしか覚えてないですもんね。どこがいいの？そうだね。まあまあまあ、強豪を言っとけば間違いないけど、かぶる可能性もあります。じゃあ、さあ皆さんいいですか？どこ残ったっけ？あ、まあいいや、これいいや、これ。マジで。結構、まあまあ残りました。はい、いいですか皆さん。まあ考えてもね。もうこれはもうね、ヨナニーは。結構いいとこついてくれると思うんでね。あ、そっか、そんだけのゴールしこれで外したらね、ただのサッカー好きのおじさんですから。お、ね、いいですか、いいですか。そういうとこあります、そういうとこあります。さあ、皆さん出ましたでしょうか。はい、ではまずこちらサイド6人オープンです、はい、せーの、ドン。はい、はい、アメリカ、チリ、オランダ、ギリシャ、ブラジル、アルゼンチン。おっしゃー、おお、これすごい、ありがとう、みんなブラジルを残してくれて。すごい、はい、さあ、というわけでまずジョーカー1枚目オープン、はい、フランス。おお、そしてイエーイ、以上、目指せオンリーワンのコーナーでした。
んて。皆さん、恋してますか？2時間目、恋愛塾のコーナー。さあ、このコーナーは、男女を磨くコーナーでございます。どういうコーナーかというと、一つのお題が対して、それがランキング10位から1位までございます。で、それを、なんだ、おい、始まってんだよ、収録。なんだ、収録始まった。遊びじゃないんだよ。そうだよ。お前、どこの事務所だ、お前。え、知らないんだ。どこの事務所だ、お前、みたいな。え、お前の事務所の先輩の名前言ってみろ、お前。言ってみろ、お前。よな、加藤ミリーか。どうも、すいません、すいません。すいません、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 ちゃんと説明いたしますと、松田君がトイレに行っている間に収録を始めるということでした。いたずら。はい。で、トイレの中で僕のタイトルコール聞こえたとき、一体どの気持ちだったのか。楽しみですね。一瞬尿意が止まりました。あれ、やっべってなる。やっべって。トイレの様子はね、あのメイキングショーです。しませんよ。あるんだ。しませんよ。はい、ということで改めまして、恋愛塾のコーナーでございます。はい、こちらは男女を磨くコーナーでございます。なるほど。一つの、テーマ、お題に対してランキングがございまして、うん、10位から1位までございます。これを、5アップ、つまり、5位、9位、8位というふうに順々に上げて、当てていこうという、うん、なるほど、はい、コーナーですね。だから最初に10位とか当てたら次に8位、6位とか、はい、最初に6位とか当てちゃうと次は7位以降は答えられない。あ、なるほど。絞られてる。だんだん絞られてる。だんだん上位を5回連続当てていくっていう。で、いろんなもののランキングを下から順に当てていきましょう。なるほど、はい、なるほど。さあ、で、今回のテーマがこちらでございます。はい、うん、女性がキスされるとドキッとする場所ランキング。え、女性がキスされると。そう、女性がキスされる側ですね。場所、はい、がドキッとされるランキング V とかね。あの場所、これって場所だけ、それともあの例えばさ、キスの仕方とかも。これも場所だけで。場所だけ。仕方そこまで考えなくていいの。壁にさ、スケベトフってさ、あ、そうされてるの。壁の時の、ビバドンね、ビバドン。違う違う、ビバドン。かかわずじゃ逃げられないじゃん。そういうのじゃなくて、もう完全にもう箇所ですね、箇所。箇所。箇所。耳にキスされるのがいいとか、ほっぺがいいとか、口がいいとか、鼻がいいとかあるでしょ。そうです。はい、よろしくお願いします。自分が普段してるとこがランク外だったときはどうしたらいいですか。その時は静かにへこんでください。さあ、というわけで、10個、はい、早速ありますね。はい。まず、ほっぺた。はい。まぶた。ほう。あ、あるの。はい。で、手の甲。手の甲、はい、首筋。ああ、耳、はいはい。はい。されたことない。何よ、この野郎。背中してるの。背中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 。撃てな、おい。進行中だろ、じゃ。チュ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 、カムラ隆一の投げキス。いや、わかんねえよ、それ。ピンとくれたろ、カムラ隆一が。カムラ隆一、こうやって。でも、発表は途中で止まっちゃってんから。はい、はい、はい。はい、行きましょう。はい、で、ね、されたことない背中、はい、鼻の頭、鼻の頭、髪、髪の毛、髪にキス、あら、おでこ、おでこ、はい、この10個の中で、あと、内くるぶしですね。内くるぶしじゃない。内くるぶし。多分、ランキングで言うと、多分それ88位ぐらいなんです。え、これ おできありますけど、おできみたいな場所はないんですか。おでこです、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 おでき で注意しないでください。すいませんでした。で、この10個の中から、なので、まあその聞けよ、おい、聞きてくれ、おい、おい、お前さっきからうるさいぞ。すいません。授業中死後のタイプか。何それ、言葉出てこなかったじゃん、今。授業中死後のタイプか。授業中死後のタイプか。頑張ります。ちょっと黙る。お口、マナーモード、オン。じゃあ、じゃあ、行きましょう。はい、おでこ。おい、はいはい、シンキングタイム設けようぜ。さあ、ということで、だから、この10個の中で、はい、まあ、考えたら、10位を当てたいわけですから、そうです、まあ、キスされてもドキッとしないなっていうところを考えたらいいですよね。いや、まずこれね、されたことないっていうのが、まずどういう、ね、これね。これちなみに、どういう女性、はい、あの20代だとか、30代だとか、40代のそこは誰ですか。そういうのってどうなんですか。バラバラです。あ、バラバラで。何名ぐらい聞いたんですかね。ゆりかごから何名ぐらい。3万名ぐらい。3万名の1位はダントツ。ダントツで。スタッフさん、お疲れ様でございます、本当に。そう、3万人に何件と取ったんだよ。スタッフさんもね。でも、これでも、わかんないですけど、まあ、ほぼ
頭とかまあ分かりますけど、背中っていうのは あまり背中にチューするのはだって背中ってもう脱いでるわけですからね。そういうことですよ、ね、もう普段じゃなかなかないことですよね。それがこうやって効果ですよね。あそれは多分あの変態やろで真下からできたチュリ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 無限大っつってね。それあなたジョリジョリって言ったらもう多分気持ち悪い。全然ウケないのと首痛めた泣きづらい。全然受けずに首が痛いやり損じゃんやり損じゃん本当に全ジャンル要は女性に聞いてるわけでしょ。別に若いそうじゃなくて、うん、俺背中高いと思うよ。だって時ねそう時そのされたことあるかないかじゃなくてされた時にドキッとするそうそうそう、うん、今の女性は結構極端に答えたことですよ。だって、まあ、細かく分析すると背中っていう答えが出るってことは、はいはい、されたことあるってことだから、うん、必然にされたことあるものが多い方が上に来るじゃないですか。そうでもない。だからドキッとしない場所もありますよね。だからそうそうそう、されたとしても耳の裏とか基本的に耳の裏あなた今ちょっと内面のドロッとしたものが出てた。嬉しくないでしょ、耳の裏だと。ねえ、わざわざこう見てた。もう一回ペタッてしてから引いてんじゃねえよ。なんで引いてんの。おいお前授業中ペチャクチャのタイプだろ、突っ込んでこいよ。おいこれは気持ちが悪い。引いてんじゃねえよ。引いてんじゃねえよ。おいでも一番キスするときにドキッとするっていうのはやっぱり俺見てると思う。あの要は、うん、近づいて、うん、見て見つめ合うからちょっとドキドキするから、はいはい、でこのなんかほっぺたとかになんでお前ちょっと待ってんの。まっちゃん、まっちゃんの唇柔らかそうなんですよ。柔らかそう。柔らかそう。あれ気持ち悪い。ドキっていう表現がまたこれ癖ものでそうドキってさ男の考えでさドキってことはさ背中のとかこうスケベ的なドキを想像するじゃん。ジャンルも違う。女性は手のこその大きなシチュエーションでさそういうキュンキュンキュンとドキの間みたいなものをドキと言ってらっしゃるじゃん。俺よろしくお願いしますよ。お前だからあれだよね、俺のなんだろう、頬とかも、はい、どうだろうね、急にやられたらさチッてやられたらさドキッする。じゃあ、まぶたじゃないですか。何ですか。まぶたにされたら、えって思う。引くんじゃないか。そこかいって思う、はい、いいですね。この見れたら怖い。10分間スケベなことを一生懸命考えてね。こういう時間が人生にあるってことですね。スケベなことじゃないですから。じゃあ、変えましょう。じゃあ、今までにしたことはどこと思うんですか。ああ、各個人、はい。俺は多分全部あるよ。俺も。全部ある。マジですか。まぶたある。口では一回全部言って出したことがある。マジシャンだな、マジシャンだな、君は。そうです、マジシャンです。じゃあ、それで女性のそのドキッとしてるなって思ったのはどこですか。なるほど、そこはここはなんかそこはこの項目にございません。ほら、やろう、水色 T シャツとね、あとあのシャツとね、やろう。じゃあ、これ合わせたら深夜版でね。深夜版で、ね、もう決めましょう。はい、決めましょう。すいません。もう決めましょう。じゃあ、どこですか。もう僕は背中に一票ですね。そうですね、要は貝を狙うとしたら、はい、って思いますけど、皆さんどうでしょう。僕はまぶたかな。まぶたね。まぶたってちょっと怖いな。なんかね、俺あのやっぱベタなのが頬だと思うんだよね。頬が、まあ、バベタなのが低いと思うよ。ベタすぎに。そうそう、新たな説。手の甲だとベタ説。そう、ベタだと思う。ベタ説。普通じゃん、コッペにしようだって。じゃあもう背中いきます。まぶたは背中だと。そう、多いですよ、最近。あ、宇宙さんとかないのかな。そう、その話じゃねえよ。どの話ってるよ。今のはどの話。まぶた整形してる話だと思ったけど。違う。そういうのを、まぶたを責められる人はどうなんですかねっていう。すいませんね、ちょっとおひげちょっと着てる。おひげ着て意味出てるよ。口開いてんだろ。ダメだっけ。ダメだっけ。うまい。うまい。なんでしょうね。さ、じゃあもう背中でいいですか。背中はちょっと俺絶対だと思う。ちなみにこれ、ファイブアップ成功するとみんなスイーツバイキング食べ放題です。すごい、ご褒美でスイーツありますから。髪って多分ね、行きやすいんですよね、うん、男性からすると。でも髪にキスは聞いたことないよね。俺よくする。そういう時あなた意外とだからそういうちょっと変わってないでしょ。あなた意外とランクインしてるから。すいません、ランクインしてるから。こいつね、なんかそういうね、しっかりする髪
感じなね、うん、感じがしますけど、結構むっつりですから、ね、そう、だからしかも変態ですから、ね、発言するのがドロって出てるじゃん、うん、そんな人がね、一番今こう頑張ってまとめようとか仕切ろうとかしてる姿勢を見るとね、おじさんは興奮してくるんだよ。正義バグってんだ。どうなってんだよ、その高揚、どっから来てんだよ。さあ、もう決めましょう、はい、もう決めましょう。一問目のこと時間くてダメ。そうですね、すいません。じゃあもうこれはじゃあ、今のところ何でしたっけ。じゃあもう今のところちょっと背中かなと思うんですけど、ヨナに背中じゃないと。みんなヨナにどう、俺は何だと思います。ほう、俺は頬だと思うんだけど、でもみんなの意義合わせよ、背中で言うの。じゃあ、じゃあ背中で意義ないですね。いいよ、うん、いいですね、うん、まあ背中行きましょう。 OK、 じゃあ、すいません、時間変わりました。背中でお願いいたします。お願いします。何でしょうか。背中第6位です。おぶねー、上だー、ほら本当だ、上だー。まあ、まだまあセーフですね、うん、でもよかった、よかった。ドキッとしてんじゃねえよ、背中に。もほんとだから、やっぱスケベなんだ。スケベだな、意外とな。ちなみにドキッとします、背中。しますよ。するかい。そうだ、よし、俺この企画の時ね、ずっと見ちゃう、ずっと見ちゃう。そういえばね、作曲のね、あの男性と女性2人いるんでね、はい、じゃあ次5位狙いでいきましょう。はい、はい、花田頭がここ脇の中に、女性はスケベでしょ。確かにないです。ない、鼻だと都会ですかね。鼻なしの鼻だし、控え室1切り出すと考えないから、切り出すと考えない、切り出すと考えない、マイナス2、マイナス2、そういうことはあんだろ、こっちいっぱい喋ってんだから。口が回らなくなることは誰でしょう、そのもう。ヨナに真面目に考えすぎ。ずっと下向いて。じゃあ、完全に上位なのは、まあ手のとか首筋とか、ね、首筋、耳なんかもあるんじゃない、うん、おでこなんかもあるんじゃない。おでこはまあだいぶ上位と思いますよ。おでこだって、あのドラマとかよくあるじゃないですか。おでこある、ある、うん、あるおでんじゃん。だってお前嘘つけ、お前変態やろよ。 いいだろ、もう変態がおでんだってもいいだろ。むしろ変態だからおでん何をしてんだよ。変態だからおでんになるってなんだよ。なんだこのおい。お前あれやな、レギュラーの人よりも頑張ってるよ。レギュラーの人お前しかいないから頑張るよ、そら。レギュラー面白いと思われたいもん。僕もそうだ。そんなずるい、俺もそうだ、そうだ。マジで俺もそのこの客の時に天で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 今日みんな楽しいですね。もう、そうか。よかれ。真面目にじゃん。みんな、本当に。真面目に考えて、ヨナさんですから。ずーっと、丸してね、これ。これ6位だから、あの、おそらく、これが、あの、競馬新聞でも変わらんぐらいの、真面目さで頑張ってますよ。ね。もう、5位を決めましょう。どうしましょう。真面目に考えてたヨナさんの中では、頬、下に入ってるんですよ。ああ、そうなんだ。丸になってるから。じゃあ、頬は、じゃあ、切りましょう。でも結構その背中が6位にランクインしたことによって、ヨナニーの考えちょっと信憑性があるというか、確かにちょっと僕たちは、僕ここ2人は背中だったよね。僕背中です。この変態コンビはちょっとやっぱ女性のセンスはちょっとずれてるかも。だからミリガンの方だから。そうですね。俺も名前言ってくれよ。全然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 全5位の行為というか、V はされるとどうしますか、作家的には。あ、どうですか、5位の作家的に。どうですか、私的にはキュンとします。あら、あ、キュンとキュンと系ね。キュンね、キュンと系、キュンと系、キュンと系、やっぱりちょっと、ちょっと女性的なセンスのある。じゃあ、ヨナニー5位は何ですか、ヨナニー。俺ね、5位はね、まぶたか手の甲。まぶたよりは手の甲。手の甲行きます。じゃあ手の甲行きますか。手の甲行きましょうか。俺的には個人的な手の甲のキスって言ったら、あのゴトワーザを思い出したってさ。あ、近いのね。近いのね。近いのね。まあ、手の甲行きますか。ヨナニー、いいですか。いい、手の甲で。はい、大丈夫です。行きましょう。では、第5位狙いでございます。手の甲、何位ですか。手の甲、第8位でーす。5位は頬です。あ、5位。
ずだ。じゃあもう、やっぱり1位は良い猫、おでこなんですよ。4位は、4位はされたことないでしょ。そうなんです。口以外にってことね。これは分からん。ちなみに、じゃあ、1位は何すか、おでこすか。首筋でしょ。1位じゃあ当ててください。オッケー、大事だったよ。耳、これ、これ、これ、おでこ、おでこ、耳、おでこ。どう、ヘタ兄さん、耳はどうですか。耳、ありがちだよ。ありがちですから、どれ、一位はどれ。本当は、鼻の穴を下でペロなんだけど。いや、変態的なことよ。変態的なことなんですけど。変態的にはね、そうよ。1位でしょ。はい。変態的な1位はどれ。首筋じゃない。首筋じゃないですか、髪。そう、俺も髪だと思う。俺、ここにね、このランキング外なんだけど、鎖骨が入ってるのがちょっと納得いかないんで。だから、その鎖骨含め首筋なんじゃない。あ、なるほど。あ、なるほど。首筋多分1位だと思う。なるほど。1位が首筋。ダントツ1位。首周り。ダントツ、そうですね。1位はダントツ1位なんですね。ほら、絶対首筋だった。ダントツ1位は、なんでしょう。首筋でした。おぉ、そうなんだよ。そこのセンスはまだあったんです。2位、おでこだ。耳だ。2位、おでこです。おぉ。じゃあ3位が耳だ。3位耳です。で、髪が4。髪は9です。9。なるほど、それが残ってる。ほら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 、一番下の鼻の頭です。ほら、髪の時上がったのが最初に。そうですね、そうですね。ということで、恋愛塾のコーナーでした。ありがとうございました。エンディング。はい、ありがとうございます。あっという間にエンディングのお時間でございます。何か芸人事務所の皆さんはどうでした、今年は。今年は後輩がシンってするから。なんで乗っかっていけよ、乗っかなきゃ、聞かなきゃってなっちゃう。はい。なんでいやいや、ボケおったってなりますね。いや、仕事だから。仕事でやってる。いや、仕事だからでも恥ずかしいし、俺。だから、なんか、おのおの、なんか、告知なんかあれば。告知、ですね。8月中旬ぐらい。あ、でも事務所の、まあ、そうですね。いつに何があるかわからないぐらい事務所ライブがいっぱいあるんでですね。ぜひよろしくお願いします。主に中野芸能小劇場でやってます。これは私が告知したんですが。とにかくですね、原神事務所というホームページがありますので、そこにライブ情報載ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。我々方程式も、ホームページ検索していただければ、生雑談と告知とツイッターもやっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、このマイクラスの TV のね、お便りも。あ、それももちろん待ってますから、この辺かな、この辺に出るかな。ぜひね、はい、ぜひお便りして、どしどし。はい、やってみたい企画など、呼んでほしいお便りなどあれば、ぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで、本日は以上のメンバーでお送りしました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。原神事務所です。はい、放課後でございます。目指せオンリーワンのコーナーで一番罰が多かった、ノースダイン松田君とうちの相方前田君の罰ゲームでございます。罰ゲームは一回一人でやってみたけど絶対似てないから表に出すのをやめようと思ったモノマネでございます。ではノースダイン松田君からいきましょう。お願いします。どうぞ。入江涼介の顔まで。ピンとこない方は YouTube などで検索してください。ありがとうございます。続きまして同じく一番罰が多かった、うちの相方前田くんの、一回一人でやってみたけど絶対似てないから表に出すのはやめた方がいいと思ったモノマネです。どうぞ。何人かに似てるということなので品川庄司の庄司さんのモノマネです。メイティー。ありがとうございました。他人のふんどしを吐きまくった相方でした。どうもありがとうございました。